体重を測ったりとか、聴診したり心拍数とか、まあ、呼吸数を、まあ、実際数を数える病院もあるし、まあ、数は数えないけどしっかりでも聞いたりとかはするの であと体温を測るかもしれないんで体温計を用意したりとか、まあ、必要なものをあらかじめ準備しておくっていうのはすごく大事だと思うので、例えば先生はじめに何か用意するものありますかっていうふうに聞いてもらうのもいいかもしれないですね。あとは分かってれば先生これ用意した方がいいですかって聞いてもらえるとなおいいですね。まあ、今回はあんまり用意するものないですけど、